ソシエダ・デポルティーバ・ウエスカは、アラゴン州、ウエスカ県ウエスカに本拠地を置くスペインのサッカークラブ。2020から21シーズンはプリメーラ・ディビションに所属している。エスタディオ・エル・アル・コラス1910年、ウエスカ CF が生まれ、サントス・ソラーナが会長に就任した。1922年には、スペインサッカー連盟に加盟したが、 ウエスカ CF は1926年に解散した。1929年には CD ウエスカが創設された。CD ウエスカは設立メンバーが FC バルセロナのサポーターであったことから、ブラウグラーナをシンボルカラーとして連名に登録された。文献に記録されるクラブ初の試合の一つが、ボスコ FC とのローカルダービーであり、この試合には3から5で敗れている。 1920年代中頃には、クラブのプロ化が行われ、1926年には、ビジャ・イサベルで、バルセロナとの試合が行われた。1940年にド・ウエスカと名を変え、1950から51シーズンには初めてセグンダディビシオンに到達したが、ド・ウエスカは、財政問題のために1956年に消滅した。 1960年3月29日 s d ウエスカが誕生した。1971から72シーズン、クラブの歴史上3番目となる新スタジアムの建設が決定した。サンホルヘの丘に立地するエスタディオエルアルコラスは7638人を収容し、1974年にはスペインアマチュアカップの決勝が行われた。1977年には セグンダ・ディビシオン B に初参戦した。2005から06シーズンのコパ・フェデラシオンではド、プエルトジャーノに次ぐ2位となったが、リーグ戦では残留プレイオフに巻き込まれ、カスティージョ CF に勝利して、テルセラ・ディビシオン降格を、かろうじて回避した。2006から07シーズンは昇格プレイオフに出場したが、プレイオフ決勝でコルドバ CF に敗れて、 セグンダ・ディビシオン昇格はならなかった。2007から08シーズン終了後にセグンダ昇格を果たすと2008から09シーズンにはデポルティーボ・ボラ・コルーニャからレンタルで獲得したルベン・カストロがリーグ9位の14得点を挙げる活躍を見せ11位でセグンダ残留を果たした。2012から13シーズンにはセグンダ・ディビシオンで21位になりセグンダ・ディビシオン B に降格した。2014から2015シーズンには1位になり、昇格プレイオフで、ウラカンバレンシア CF に対してに連勝し、セグンダディビシオンに昇格した。2016から17シーズンには6位になり、クラブ創設以来初めてプリメーラディビシオンへの昇格プレイオフに出場したがヘタヘトの準決勝で、敗れた。2017から18シーズンには2位になり、 昇格プレイオフに出場し、CD、ルーゴに対して2から0で勝ちクラブ創設以来初めて、プリメーラディビシオンに昇格した。2018から19シーズン、クラブとして初めて一部を戦うのに備え、監督には、元アルゼンチン代表で、ウエスカでもプレーしたレオフランコを招集。開幕前の遺跡市場では、AGF。しかし、リーグ戦では6節に降格圏に沈み、 フランコを解任。公認に40歳のフランシスコ・ロドリゲスを就任させたが、一度も降格権を抜け出すことなく2部へと降格した。2019から20シーズンは開幕前に岡崎真嗣を獲得。岡崎は期待に応え2桁ゴールを記録。チームは1年での一部復帰を決め、さらに最終節でシュイカディス CF が敗北し、 ウエスカが勝利したことで勝ち点を上回りリーグ、逆転優勝を果たした。ラリーが2020から21、シーズン基本フォーメーション A フェルナンデス25、ピーロペス19、シオバス18、ブリード14、ガラン11、フェレーロ21、エムリコ17、モスケラゴボルハ24、オカザキ12、ラファミル92020年9月26日。現在、カッコ内の国旗は、その他の保有国籍を、 星印は EU 県外選手を示す。インアウト詳細はカテゴリー s d ウエスカの選手を参照。ありがとうございます。